アイテム番号 SCP-409。オブジェクトクラスケテル。特別収容プロトコル。SCP-409 との物理的な接触はいかなる理由があっても認められません。SCP-409 と物理的に接触した者は、対象の輸送に使用されるすべての資材とともに、即座に隔離されるべきです。SCP-409 は花崗岩の容器に常時保管してください。SCP-409 の輸送は、密閉された花崗岩のコンテナで行います。SCP-409 の効果による残留物は、それを輸送するために使った工具と一緒に花崗岩の容器に密封してください。説明。SCP-409 は、約 1.5 メートル、5フィートの高さと 0.6 メートル、2フィート幅の広い大きな水晶に似ています。SCP-409 と接触したすべてのものは、3時間のうちに結晶化を開始します。この効果は、花崗岩以外の物質で発生します。結晶化は毎分約 2.5 センチメートル、1インチ、で広がり、物質または生体の内外を変換します。被験者によると、結晶化は非常に痛く、凍傷に似ているとのことです。完全に結晶化した後は20分ほど起振でノイズを発し、強い勢いで破裂して数千の断片になります。断片に触れたものはすぐに結晶化を開始します。この時点で、接触部分を切断しても有機物への影響を止めることはできません。無機物の場合は、接触地点の周囲数センチが結晶化するだけです。SCP-409 は、削除済み、水晶の破片の山の地中数フィートで回収されました。回収時には多数の人員損失が生じました。ホイ409、1、博士、521D の提案により、被験者409D5 は、SCP-409 の影響にさらされ、結晶化するよう放置されました。その後、彼は SCP-500 で治療されました。完全な回復は9日間で達成されました。被験者は、回復後も、結晶化された体の部分に痛みを感じ続けていると報告しています。痛みは被験者を治療した13日のうちになくなりました。4日間の痛みが心理的なものか、本物であったかは不明です。ホイ409、2、広範なテストにもかかわらず、結晶化が発生する原因についての情報は得られていません。SCP-409 とそれによって作成された破片は、他の水晶と区別できません。SCP-409 の効果は、既存の結晶形成を溶液に付与し、結晶を成長させる種結晶と同じように見えます。しかし SCP-409 は固形物に対してこのことを行い、またそのために接触を維持する必要はないようです。結晶化がどのように行われるか、なぜ全ての水晶の中で SCP-409 だけが得意なのか、なぜ花崗岩だけが結晶化しないのか、現時点では全て不明です。